オリックスゼロ1ソフトバンク、16日、京セラドーム大阪。ソフトバンク、国母広木監督、52、が6回に交代した近藤健介外野手、31、について言及した。ちょっと明日になってみないとわからない。正直、今のところは情報なし。近藤は4回の第2打席で中前だ。直後のさきの打席で2投を試みた際に右足を負傷した。 数分間の治療を経てプレー続行したが、6回の打席で代打に中村晃が送られて途中交代した。近藤は開幕から5番を務め、リーグトップの打率、出塁率を残している。離脱となれば今後の優勝争い、ホストシーズンに向けては大きな痛手。チームは破竹の7連勝を飾ったが、指揮官はどっちにしても近藤の状態がすごく気になる。もし 戦列を離れるようなことになれば、また全部練り直さないといけない。無事を祈るばかりですと話した。試合中に大阪市内の病院に検査のため向かった。